天国は何時のうちにあり、すなわち神の国は何時のうちにありということを聖書に示しておりますけれども、多くの人々は神の国、天国というのを外に求めております。神を外に求むる流れなんです。すなわち真理を外に求むる流れなんですけれども、神の国がどうしても外にあるようで、私たちは神の国を外に求めがちでございます。また神が外におるようで、神を外に求めがちでございます。神の国は何時のうちにありとどこの教会でも言っておりますけれども、そう言いながら神を外に求めさすと、これは非常に矛盾した話でございます。それはなぜそういうことになっているかというと、神の国は何時のうちにありという意味が理解されてないからであるということでございます。神の国とは何か、天国とは何かと言いまして、天国が何であるかわからないから、天国を外に求めたり求めさせたりするわけですね。神の国というのはすなわち原因世界、生命の世界と私はいつも言っているわけです。だから原因は我がうちにありですから、神の国は我がうちにありということでございます。その原因とは何かというと、生命の王国です。生命は我がうちにあるんであって、生命を外に求めてはならないですね。生命が外にあるのじゃなくて我がうちにあります。その生命が万物の親ですから、生命が神ですから、私たちは生命を外に求めてはならないと。だから生命の王国、神の国とは生命の王国と言っているわけですね。すなわち生命が原因の世界ですから、生命世界は原因の世界と、その原因世界が神の国なんです。すなわち天国なんです。で、その原因を私たちがつかめば、天国をつかんだようなものであるということになりますけれども、なかなかこの天国というものを夢物語で、どこか天国という世界が存在していると思っているわけです。だから今即天とお釈迦様も言われまして、天というのは我が内にあるわけです。内は天、外は地です。天地一体というのはその意味です。内なるものと外なるものとは一つであるという意味なんです。天と地は一つであるということです。外を見れば地ですけれども、内を見れば天。だからお釈迦様は、外を見るのは内を見ようと言われたわけですね。内観せよと。内を見ましたとき原因があります。外を見ましたとき結果でございます。で、人間はみんな外向きで外に生きてるんですね。結果に生きて原因は死んでいると。だから肉に生きるは死であると。肉そのものが生きてるんじゃなくて、内なるものが生きてること、すなわち生命のみが生きて、生命のみが働くんです。生命がなければ私たち肉体自らは無なんです。何もできません。命がなくて何かできる人は一人もいないということ。すなわち神の実が生きて、神の実が働くと。命の実が生きて、命の実が働く。だから我が中に生きて働く命と、皆さんの中に働く命とは同一の命なんです。同一の神なんです。で、肉体はなくなりましても、命は永遠ですから、なくなることはない。だからお釈迦様の命やイエス様の命は永遠であります。そして私たちの命も永遠でございます。一つだけ申し上げたいことは、皆さん方の命とそのお釈迦様の命とは違う命なんでしょうか。同じ命なんですね。何年経っても何億年経っても命は命なんです。その命はたった一つの唯一の命しかありませんから。で、我が命は即エースの命であり、エースの命は我が命、神の命は我が命、我が命は神の命ということ。だから皆さんという肉体を管理しているのはあなたでしょうか、神でしょうかということになります。命が皆さんの肉体を管理している。神は一切の管理者であると。万象万物を作って、万象万物を管理しているのは神です。すなわち命です。だから私を管理している命と、皆さんのを管理している命とは同一の命、同一の神なんです。その命の世界を皆さん方は天命と言っているんですね。天命、天命ということは何かというと、命の世界は天ですよという意味なんです。天は即命、命は即天という意味なんです。で、天命を全うするということは、天に生きるとは命に生きる。だからイエス様は生命に生きようと言ったんです。